ラン山本です。2月8日先行発売いたしますルージュピュールクチュールベルギーのご紹介をさせていただきます。お口元以外のメイクが整っておりますので、リップに入っていきます。今回ローズ系で春らしいリップにしてまいります。リップ描くときなんですけれども、フレームよりもやや小さめに中央から口角に向かって塗っていきます。このリップのピュアな発色、こぼれ落ちそうなグロスのツヤ、つけていることを忘れそうな軽さをロングラスティングに長時間持続する革命的なリップマニキュアです。今度は口角から中央に向かってリップのフレームを整えます。マニキュアのように2度重ねることによってよりツヤや発色を与えることができます。つけたては上下をくっつけたりこすったりせずにそのまま10秒キープしていただくとフィルムが構成されます。出来上がりです。普段は口紅はキバキバしくなってしまったりだとか潤いが足りない気がしてほとんどつけないんですけれども、今回つけていただいたこのリップはすごく発色も良くて潤いツヤもすごくあるので気に入りました。色が濃いので普段使いは難しいですが特別な日につけたいと思います。ありがとうございました。2月14日までルージュピュールクチュールベルニイベントを3階ビューティースタジオにて開催しております。ぜひ体験しにいらしてください。